札幌の空の玄関口、丘珠空港。釧路や函館など道内路線を中心に、夏は長野や静岡にも就航しています。札幌市では6年ほど前から丘珠空港利活用の促進に向けた話し合いを進め、地域住民や市民の意見を取り入れ案をまとめました。案によりますと、現在ある空港の滑走路を1500メートルから300メートル延長することにしています。これにより停止距離を多く確保する必要がある冬にも小型ジェット機の運航が可能になることから、医療や防災の拠点となることも期待されています。さらに発着便数の拡大で現在の2倍以上となる1日70便最大100万人の旅客数を見込んでいます。しかし、丘珠空港の滑走路の延長には期待が集まる一方で、付近には住宅が広がっており、市民からは騒音を懸念する声も上がっています。空港周辺には名物の玉ねぎ畑や住宅街が広がっていて、安全面への不安や騒音問題が長年の課題となってきた経緯があります。そして昨夜、周辺の住民と札幌市の意見交換会が開かれました。丘珠空港には底堅い需要、それから存在的な需要があり、幅広い役割を担っていることから、少子高齢化、人口減少が見込まれている中でも、札幌市、また北海道の発展に貢献するために、これら役割を一層果たしていくことが求められると考えています。住民30人が参加した初回、札幌市は需要という言葉を使いながら利活用の意義を訴えました。参加者からは、人口が減少する中で空港を中心に街づくりが進む期待の声が上がる一方、飛行機のジェット化による騒音問題に懸念が示されました。参加した住民は、やはり騒音が一番問題かなという、夏場は活用できるかもしれませんけども、冬場にとっては活用できないんで、一年中通じてですね、活用できるような形にしてもらいたいなと考えます。こんだけ施設あるのに続いてしまうのももったいないし、延長できるなら延長して、大きなジェット機でも何でも飛んで活性化のためには、俺は賛成なんだけどね。便数が増えてくると、やはり危険も増してくるっていうふうに思うんですよね。そこで住み続けるわけですから、そういう安全っていうところも不安なんです。周辺環境に配慮し、魅力ある空港にするにはどうすればいいのか。札幌市は地域住民との意見交換会を各地で行い、来週末からは全市民を対象にした会も開きます。10年後の運用を目指し、国に丘珠空港の滑走路延長などを要望する方針です。